い、皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんでございます。今日はですね、購入品の紹介なんですけども、初めてルックファンタスティックでお買い物してみました。初めて購入したんですけど、たった3点だけしか買ってないんですぐ終わると思いますが、よかったら最後まで見てってほしいと思います。こちらのチャンネルでは、アラフォーの私が実際試して見たものや、気になって買ってみたものを紹介したりしているチャンネルになっております。一人でも誰かの参考になればいいと思います。それではスタートっていうことでですね、ルックファンタスティックといえばですね、日本上陸していないものがね、個人輸入、まあアイハーブみたいな感じなんですけども、そのスキンケアとかその美容のものが日本に入ってきてないものが買えるサイトなんですけど、ご存知ですかね。私初めて、買ってみたんですけども、あんまりね、こう買うものか何を買ったらいいかわかんないとか、なんかね難しくて、でなんで今回買い物したかというと、私好きな YouTuber さんがももさんってご存知ですか。もももも もって書いてももさんっていう方がいるんですけども、まあ、その方が紹介してたスキンケアが気になって、でルックファンタスティックにも探したらあったので買ってみたって感じです。だからスキンケア2点と、あとマスカラを1個買ってみたんですよ。ただそれだけの紹介になります。はい、そういったわけで紹介していきます。オーディナリーという、どこの、フランスだかどっかのスキンケアブランドなんですけども、価格がね、安いんですよ。1本800円とか、そんなもんで買えてしまいます。なんか良さそうなものをご紹介していて、その気になった2点を買ったって感じなんですけど、はい、まずこちらです。これは、アハっていうものかな？アハ 30%、BHA 2% 入ったもので、赤い、色をしてる液体なんですけども、はい、こんな感じでね。で、これは角質のケアにすごくいいそうです。なんですけど、ただピリピリ感がすごいらしいので、肌が弱い人にはちょっとどうかなっていう商品ではあるそうなんですけど、私結構肌は強めと言われたことがあるので、ちょっと買ってみました。で、まだ試したことがないので映像もないんですが、これをですね、お風呂上がりにこう塗ってですね、15分じゃないな、何分か置くんですね。詳しくは全部テロップにね、入れておくんですけども、角質ケア、スペシャルケアとして今日角質ケアをしたいって時にぴったりかなと思って、ちょっと購入してみたんですが、まずこのインパクトがこのあって、こんな赤い液体でさ、こんな感じで、なんですけど、血みたいな色なんで、ちょっとびっくりしちゃう色ではあるんですけど、すごくね、角質を取るにはとってもいいらしくて、もうその、ももさんが結構使ってたみたいで、すごくいいとおっしゃっていたのを聞いて、私も試したくなったって感じなんですけど、まあ、早く使ってみたいなと思って、まあ、私の視聴者さんでもね、これ使ったことある方もしかしたらいらっしゃるとは思うんですが、今日こそは使うぞって日にちょっと使ってみようかなって思います。で、そのピリピリ感がどこまで強いかとか、そういうものもね、私の肌にはどうかなと思って、もしかしたらこれ一回でね、ピリピリが合わなくて、やめなきゃいけないことになるかもしれないけど、とにかくピリピリ感はすごいんだけど、効果はすごいいいらしくて、使い終わった後の肌が全然違うそうなので、すごいサラサラもちもちするというか、もう角質が取れたって感じになるみたいなんで、まあ私の肌にはどうかなと思って、ちょっと買ってみた感じです。で、これね、1本800、900円ぐらいなんですよ。で、安いじゃないですか、この量だし。だからちょっと手の出しやすい、スキンケアブランドかなと思って今回買ったんですが、私の肌にはどう出るか、今度ね、また別の動画で使ってる感じと説明と、今ちょっと全然説明できてないので、
買った報告だけの動画なのでね、今度動画で使ってる感じを載せてまたご紹介できたらなって思います。そしてもう一本こちらなんですけども、これはね、目の下のケアができるものらしいんですよ。塗り込むみたいな感じらしいんですけど、はい、こんな感じで、こちらはもう普通の液体なんですが、ちょっとなんていうのかな、黄色いっぽいのかな感じのものです。はい、これも価格はやっぱ同じぐらいですね。コーヒーなんちゃらってやつなんですよ。ごめんね、全然あんまりなんだけど。はい、こちらはですね、目の下のこのクマとか、その、いろいろね、悩みが多いと思うんですけど、そのケアをするためのものらしいんですよね。私もアラフォーなのでね、このクマもね、結構すごいんですけども、気になるので、ちょっとこういうケアができるものがないかなって、アイクリームとはまた違うもので、ももさんのね、動画を見たら、そのケアができるというのを聞いて、これ買ったんですよ。これ30ミリ入って800円ぐらいだったら、すごく良くないですか？だからちょっとコスパの良さと、この感じが気に入って、ちょっと買ってみたって感じです。もうね、そこ専用っていうものがあるっていう、もう目の下のとか、まあ、ほうれい線とか、もうケアをしてもいいとか言ってたんで、まあ、そういうので使っていこうと思って買いました。ちょっと垂らしてみます。あ、ちょっとだけトロトロしてる。でもね、塗り込むとね、さっぱりしてるので、いいですね。なんか浸透したら、すぐここら辺がスッキリするから良さそうです。今日の夜からでも使えそうなので、ちょっと試してみます。ザ・オージナリーっていうブランドを初めて買ってみたんですけど、まず価格帯よね、なんたって。1000円以下で買えてしまう。30ミリも入ってこの値段で買えるっていうのが、しかもこれどこにいいとかいろいろジャンルでいっぱいあるんで、そっからなんか、選んで買うって感じでできるんですけど、こうね、種類がたくさんありました。なので、まあ、厳選して買ったっていうか、なんか、いいなぁと思って買ってみた2つなんですけども、これね、ルックはファンタスティック以外にも、アマゾンでもあんのかな？ちょっと値段が違った気がするんですけど、ルックファンタスティックの、リンク貼っときますので、概要欄に。で、気になった方はね、これ。ぜひぜひチェックしてみてほしいと思います。この年齢とかもね、何十代に合うとかそういうのではなくて、その人の肌質によって合う合わないはありますけども、とりあえず値段もまあ安いんで手を出しやすいから買ったっていう感じです。ももさんはすごくいいって言ってましたが、私がね、実際使って同じ風にいいって思うかはちょっと使ってみないとわからないところであるので、今回思いっきり買ったって感じでございます。とにかくもう目元のケアのやつもそうなんだけど、この角質ケアが気になって気になって、な血みたいな感じをこう伸ばしてつけて放置して洗い流して、それから私にはどうなるんだろう、そのピリピリ感も痛いのか、あ、こんなもんかって思うのか、ちょっとそういうものがすごい楽しみで、その目元の下のところとかほうれい線につけるのはさっぱり感とかがあるから、今手に出してやった感じだとあるからすごいいいんじゃないかっていう印象はあったので、これをね、まず角質の方をね、使ってみたいと思いました。そして最後なんですけど、こちらマスカラ買ったんですよ。これ日本には売ってない、マスカラなんですよね。メイベリンだったかね。そうそう、メイベリンのマスカラなんですよ。これがすごく気になって、結構なんか、真っ黒ってぐらい黒なんですけど、もう漆黒って感じの黒なんですけど、こういうね、黒なんですけど、なんかマスカラね、私、決まりは今のとこなくて、アイラインはここがいいとかあるんだけど、マスカラはなかなかないんですよ。で、最近私、二重にする、全然ごめんなさい、話が、あれなんだけど、癖付け二重ってやつを、モニター当選をして使わせていただいたところ、ちょっとだけなんだけど、この重たいまぶたがね、上がってくれて、ちょっとね、
動画ではわかんないけど、二重にちょっとなってきたっぽいんですよ、やっと。なので、ちょっとくるんって上がるようになってきている感じがするので、じゃあマスカラ意味あるかもと思って、で、せっかくだったらオージナリー買うから、まあ、ルックで見てみようと思って、このメイベリンのやつを買ったんですけど、で、メイベリンで日本未発で発売してないものですごくいいっていうものが一個あったんですけど、それをちょっと忘れちゃって、どれかを。これじゃないかもしれないけど、とりあえずメイベリン買ったって感じ。メイベリンのマスカラ、私、これ以外にも他の日本で売ってるやつは1、2本確か使ったんですけど、1本はうんって思ったけど、もう1本の方は結構上がったやつあったので、メイベリンも悪くないのは分かってるんで、ちょっとメイベリン買ってみました。せっかくなら未発売のものをね。はい、そういったわけで今回ルックファンタスティックでの購入品紹介になります。ね、この二つはね、昔からももさんの動画見てたけど、多分その時も探してルックファンタスティックのやつまでは確か見てなかった気はするんだけど、なんかでルックファンタスティックを知っていて、だったらちょっと買ってみたかったし、あるかもしれないっていうことで探して、で、この二つが見つかったんで買えてすごく満足をしました。これはね、結構ほら、輸入品だから、時間がかかるんですよね。確かね、1ヶ月は待たなかったけど、3週間ぐらい待ったから、結構前に買ったやつなんですが、もうここのね、オージナリーのね、やつがこの2本使って私の肌に合っていれば、他のものも徐々にどんどん試していくのもありんじゃないかなって思えるぐらいの価格帯だから、とりあえずこの2本で、ああいいなーって思ったら、またルックファンタスティックでこれを買うっていうことができるので、とりあえず使うのを楽しみにしてます。このルックファンタスティックは先月だから買ったものなので、今月買ったものではないんですけど、届いたので紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。フォローや、こちらのチャンネル登録は概要欄にあるリンクからもできますので、よかったらそちらを覗いてみてほしいと思います。そしてこちらのチャンネル登録とサブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、ルックファンタスティックで初めてお買い物できたのでね、ちょっと嬉しいというか、まあこのオージナリーがね、出てこなかったらルックファンタスティックでは買い物してないとは思うんですけども、とにかくもう1000円もしないスキンケア1本ね、するのでお得なのでね、ちょっとでも気になった方は概要欄から飛んでみてほしいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。